はい、皆様お疲れ様です。お酒の塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は軽く一杯43杯目になります。今日もよろしくお願いします。今回はですね、ついにお待たせいたしました。ベルギービールファンの方お待たせいたしました。自然発酵ビール、伝統的な自然発酵ビールのランビックですね。ランビックのファロで代表的なファロジラルダンを今日は飲んでいきたいと思います。お酒の種類はビール、自然発酵ビール、ファロで、銘柄はファロのジラルダン、そして原産地はベルギー、アルコール度数 5% になります。では早速ついでいきましょう。これ実はね、さっき録画やってたんですけど、線がものすごい硬くてですね、ちょっと失敗したんですね。全然開かなくてですね、ずっとかれこれやってたんですけど、これはなかなか開かないということで、すいません、最初からもう抜栓してる状況になってますので、ご了承ください。そしてジラルダンという銘柄、ランビックである、ランビックの銘柄なんですけど、専用グラスはちょっと私持ち合わせていませんので、今回は同じランビックのカンティオン、見えるかな、カンティオンという銘柄と、あとこのボーンですね、この代表銘柄2つのグラスを持ち合わせておりましたので、それで今回は飲んでいきたいと思います。ベルギービールって結構グラス重要なんですね、実はね。さあどんな感じになりますでしょうか。色どうでしょう。どうですか、これすごいあれですね、泡立ち豊かですよね。本当に小麦とホップが、ふんだんに使われている証拠ですね、これね。ではこちらの方も失礼します。ちょっと冷えてるっていうこともあるんですけど、やはりグラスによって泡立ちが違うっていうところも面白いですね。さあせっかくなんで全部入れていきましょうか。なかなかいいですね。よし、こんな感じにしようかな今日は。よし、よし、うまいこと入れれましたね。はい、っていうところになります。でね、自然発酵ビールランビックっていうのはですね、ベルギーのブリュッセル近郊にあるビールなんですけど、まあ、それがメインなんですけど、一般的なビールっていうのは酵母を何ていうんですかね、普通に添加して発酵させるんですけど、この自然発酵ビールは自然発酵酵母ですね、野生酵母をメインとしたものなんですけど、それを、自然添加、いわゆる降ってくるのを待つというような作り方ですね。非常に複雑な作り方をしておりますので、出来上がる風味っていうのは結構なんていうんですかね、複雑、まあ、場合によっては微生物の存在を感じるような、そうですね、イメージによってはフルーティーとかですね、チーズですとか、あと果物の皮ですね、あとは白いキノコみたいなですね、そういうような感じっていうのはランビックでするんですけどね。でそのランビックでも一般的なスタンダードなランビックもあるんですけど、これはファロっていう種類なんですけどね、そのタイプになります。あ、ちなみにランビックっていうのはですね、名前の由来はレンベークという町の名前の由来が有力であるというふうに言われてますね。そしてファロですね、ファロという名前の由来は、様々な説があるんですけど、まずは有名なのは16世紀のカール5世統治の頃ですね、黄金のリカー、ゴールデンリカーですね、もしくは大麦のリカーを表すファロという言葉に由来をしているというのが一つ。あともう一つはポルトガルですね、のワインに由来するという説で、ファロという都市があるみたいなんですけどね、そのファロのワインとそっくりなランビックを見てファロと呼んだという説の2つがありますね。そしてファロの特徴、他のランビックっていうのは結構ね、あれなんですね、酢酸エチルとかですね、そういう野生酵母が数々の野生酵母が発酵して醸し出した酢酸エチル、いわゆる酸っぱい成分ですね、そういうものとかがね、結構出てくるんですね。あと乳酸エチルですとかね、ですのでね、結構鋭い酸味があるのがランビック、まあ、ビールに酸味っていう風に、ね、思うかもしれませんけど、それが非常に特徴でして、でこのファロというのはですね、よりですね、まあ、飲みやすくっていうんですかね、砂糖で甘みをつけたようなビール、それが、このランビックの中のファロになります。まあ、他にはね、果物、さくらんぼを漬け込んだような、そういうランビックもあったりするんですけど、さあどんな味かちょっと見てみましょうかね。このボーンのまずグラスの方が、まあ、香りだったらでもカンティオの方がいいかな。これ広口のグラスの方でちょっと香り取ってみましょうか。失礼します。色は結構なんていうんですかね、赤みがかったブラウンで美しい色を呈してますね。さあ失礼します。
そうですね、やはりあのフルーティー、あのなんていうんですかね、熟成した果実もそうなんですけど、あのフルーティーさの複雑性が非常にあってですね、それこそピール系ですね、レモンピールですとかオレンジピールのような、そういうようなあの香りとともにですね、その微生物が醸し出す複雑な香りですね、うん、そのなんていうんですかね、チーズ系統というんでしょうか、白いクノコ系統っていうんでしょうかね、あとは場合によって土とかですね、あのそういうような感じですね。でその中でちょっと甘みがついてるような感じ、まあちょっと場合によってはフレッシュトマトみたいな香りもしますね。では飲んでいきましょう。そうですね、あのすごい甘いっていうことではないです。あの適度なあの ほのかな甘みがあってですね、酸味と甘みが中和されてて飲みやすい、まったりしてるというような感じがありますね。あ、それで後からですね、どんどん苦味が出てきます。これ洗練された苦味ですね、これはまさしくホップ由来と思われるような、苦味だと思いますので、なかなか複雑な、風味味わいというところでいいと思いますね。でランビックっていうのはあの普通のビールと違ってですね、すごい異なる点、作り方もそうなんですけど、たくさん異なる点があるんですけど、やはり一つポイントとしましてはですね、あの自然発酵酵母、野生酵母が入っておりますので、一つの微生物じゃなくてもうたくさんの微生物が入れ替わり立ち替わり発酵に関与する、いわゆる役者が主役がコロコロ変わるっていうようなイメージでしょうかね、それによって非常に複雑な風味になってなりまして、で最終的にはね、そういう微生物たちは砂糖が好き好みなので、ビールの麦汁、麦の汁の中にある砂糖をパク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 食べてどんどん発酵していくんですけど、それが結構ね、発酵期間長い、熟成期間が長いんですね。これね、ずっと熟成するんですね。これっていうのはね、長い期間熟成するっていうのも、ランビックは、一つの特徴になります。そうするとですね、長く熟成することによって糖分がなくなっていくんですね。あの微生物たちがパクパク食べていくので、ですので何が言いたかったというと、基本的にランビックはドライです。すごいね、爽快な感じでドライ、そして酸味が鋭い、まあ、酸味はどちらかというと、まあ、さっき酢酸塩中とかいろいろ言いますけど、まあ、乳酸系のね、あの酸味っていうのがやっぱり出て強い、まあ両方ですね、乳酸と酢酸両方あるんですね。これっていうのはなかなか難しい、すごい複雑なところにはなるんですけど、結構ドライなんですね、実はね。ですね、そういうような背景があるので、おそらく、まあ、このファロっていうような砂糖が入ったようなものですね。っていうところが、そういうカテゴリー、新しいっていうんですかね、人気が、根強い人気があったのかなというふうに思いますね。実はね、ファロはあんまり現在では見かけないですね。私が知ってるファロもこのジラルダンっていう銘柄と、あとは、リンデマンスか。リンデマンスのファロぐらいしか見たことないような感じなんで、結構マイナーなビールです。自然発酵ビール、ランビックもマイナーなんですけど、さらにその中のファロがもうマイナーという、すいません、ちょっとマイナー尽くしの日になりましたね、今日はね。というところになりますが、しかしながらファロはですね、かつて16世紀から19世紀ぐらいにはですね、ベルギーの首都ブリュッセルを代表とするランビックだったという背景がありますね。すごい人気があってガバガバ飲まれてたというようなところはあります。これ私、自然発酵ビールってすごい好きなんですよね。普通のビールももちろん好きなんですけど、このこれはちょっとどちらかというとまったり系統なんですけど、酸味豊かなランビックっていうのも非常にね、面白い。イメージ的にはあれですよね、シャンパーニュですね。シャンパーニュですとか、クレマンとかの瓶内二次発酵、これも瓶内二次発酵、一時、これはちょっと、ファロの場合はちょっと砂糖が入るんで、いろいろ調整があるんで、なんとも言えないんですけど、普通のランビックは意外にね、二次発酵は瓶内二次発酵しておりますので、複雑な風味を呈しますよね。さあ、もう一口飲みましょうかね。なかなかいいですね。これはこれでありですね。結構冷えてる温度なんですけど、もうちょっと何でしょう、少しだけ1度2度3度上がってもより複雑な風味を呈すかなというふうに思いますので、なかなか今日はいいビールに出会えたと思います。はい、そろそろお時間になりましたので、この度はこれで おしまいにしようと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今日はビール、自然発酵ビール、ファロジラルダンを紹介させていただきました。以上、お酒の塾長でした。失礼します。乾杯。